皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーはぜひ見ていただきたい映画紹介の8回目ということになりますね。はい、ご紹介する作品は、1988年、日本公開が1989年のダイハード1作目ですね、1になります。ではよろしくお願いします。はい、まあ、この作品はですね、改めてそのおすすめするというべきものかというのはちょっともうわからないぐらい、おそらく人気作ということかと思います。少しちょっと私的な部分の話になるんですけども、忘れもしません、この1989年第一作上映当時ですね、私が母と家に、夕方というか、夜というかね、行ったところですね、父は以前からね、お伝えしますけども、映画好きで、私に映画を教えてくれた人なんで、その父がですね、仕事帰りに映画を今日は見て帰ってくるね、ということで。そして帰ってきて早々ですね、私にですね、これを見てきたと。もう面白い映画を見てきたと。こんな映画も面白い映画久しぶりに見たと。もう爽快というか、なんというか。ということをですね、ものすごくこう、嬉しそうな顔してですね、喋ってくれたことを覚えてます。で、パンフレットを買ったのと聞いたらですね、なんとその行った映画館もあまりの人気でパンフレットが売り切れていたということで、その当時は買えなかったんですね。はい。まあ、後々私が入手はしたんですけども。まあ、それぐらいですね、当時、その、記憶にも鮮明に残る、そして、世間の評判でも人気だったこのダイハードなんですけども、都合全5作ですかね、作られましたね。で、その後続編がという話もあったんですけども、ブルース・ウィリスさんが、俳優業をですね、様々な事情があっても引退ということになったので、基本的にはこの、ジョン・マクレーンというね、ブルース・ウィリスさん演じるところのジョン・マクレーン主演の映画ダイハードの続編はというのは今後はもうないんだろうなというところなんですけどもね。はい。まあ、この映画はその後私はね、どこで見たんだったかな、多分映画館で見てるはずなんですよね。で、で2作目も3作目もそこはずっと映画館で見たんですけど、で、ちょっと表現は離れてるかもしれませんけど、ヒッチコックの映画ね、アルフレッド・ヒッチコックの映画の中でこう巻き込まれ方っていうのがそこそこやっぱ多いんですよね。で、このダイハードもそうなんですね。巻き込まれ方の話ですね。ざっくりのお話をしますと、ジョン・マクレーンですね、ブルース・ウィルス扮するところのジョン・マクレーンというのはニューヨーク市警の刑事とね、ベテラン刑事なんですね。が、あるクリスマスイブだったかな、の夜にですね、奥さんが別居中なんですけども、その、ホリー・マクレーンなんですが、ホリー・マクレーンの名前だと、ホリー、ジェネロだったかな、名乗ってて。そしてその、奥さんはですね、ロサンゼルスにある、日系企業ですね、中富ビルというそのビルの、会社で、働いてて、でその年末のクリスマスパーティーがあるから、そこに訪ねてくるわけですね。はい。で、それはそれでいいんだけども、ところが、そのビル、中富ビルはですね、数十人かな、テロリストに占拠されてしまう。そして、たまたま、難を逃れた、その、マクレーン刑事がですね、たった一人で、そのテロリスト壊滅に向けて戦うというふうに聞けばかっこいいんですけど、このマクレーン刑事の魅力というのは、その、正義感はあるし、その、タフなんですけど、もう完全無欠のその超人とかそんなんじゃないんですよね。もう弱音は吐くし、もうなんか文句は言うし、でもなんでこんなことに巻き込まれちゃったんだとかね。でもそこに奥さんも人質になってるんで、奥さんを助けたいという一心でですね、戦うっていう、そのね、なんだろうな、こう超人的な行動じゃなくて、キャラクターじゃなくて、もうごくごく、言えば人間的な、キャラクターですね。で、人間的といえば、ハリソン・フォードが演じる役もそうなんですよね。決して超人じゃない。あくまでも人間的な、そのキャラクターが、一般人というような人たちが戦うというところが、ハリソン・フォードも多いんですけど、よりこう、なんだろうな、
この人間性のところをバーンとこう振り切って表現してるキャラクターっていうのがこのマクレーン・ゲージの、良さだったのかなというところですね。はい。じゃあね、ちょっと見ていきたいと思いますね。はい。で、こうですね。地上40階、超高層ビルは戦場と化したと。ね、まあテレビでももう何度放映されただろうということなんですが、まあ当然あのビデオとか DVD、ブルーレイも出てるわけなんですけども、さまざまな吹き替えがあって、吹き替え版も好きなんですけども、やっぱ野沢那智さん、それから村野武則さん、いろいろされてますけども、やっぱり野沢那智さんが好きですかね、あのベランメイク長というかなんかね、もう何だってんだっていうね、あの感じの、あの吹き替えが好きでね、アランドロンの吹き替えとは違うまた野沢那智さんの魅力、っていう感じですかね。はい。そして、ロサンゼルスハイテク高層ビルがハイジャックされた。テロ集団は人質30数人を盾に戦線を布告。だがビルの一角に非番のニューヨークデカがいた。頼みの綱は彼一本。頭脳と精神力、死んでも死なぬタフなやつ、ダイハード。まあダイハード死ぬのが難しいっていうね。もうそのままですよね。今戦闘の火蓋が切られたってことですね。はい。これまでこのブルース・ウィルスという役者さんは、ブルームーン探偵社とか、テレビドラマの方で活躍されてたんですよね。それがこの映画でも一気にスターダムにのし上がって、まあ、ハリウッドの、いわばヒットメーカーというかね、なったということなわけですけどね。で、そのスタッフ陣がまたすごいんですよ。ジョン・マクティアナンという監督なんですけど、この方は例えば、まあ、プレデターもそうですけど、ラストアクションヒーローとか、レッド・オクトーバーを終え、それから5代目ジェームズ・ボンドの主演をした5代目ジェームズ・ボンドのピアース・ブロスナンの初主演作品もこの人は監督ですし、その後もう一度組んでトーマス・クラウン・アフェアとか、それからザ・スタンドというショーン・ゴネリーとの作品も撮りましたしね。はい。まあ本当にあのアクション、映画とか、その男っぽいというかね、まあ、そういう作品を上手な方ですよね。そして、今回の敵役がこのアラン・リックマンなわけですけども、アラン・リックマンもこのラブストーリーものとかもやっぱ多いですけども、まあ、メジャー作品も超メジャー作品というところではハリー・ポッターのスネープ先生ということになるんでしょうね。もう亡くなってしまってね、本当残念なんですけども、ハリー・ポッターのキャラクター人気投票でも確かスネープ先生が1位になる時がね、多々あるんですよね。それぐらいこう魅力的な演技をされたんですね。で、視覚効果、リチャード・エドランドさん。この方も、SF 関係とかの特殊効果、視覚効果をベテランとされている方ですし、それから、あとね、すいません、わかるとこでは、ジョエル・シルバー。この方も、ハリウッドのヒットメーカーですね。はい。で、あと、お名前がないですけど、音楽はマイケル・ケイメン。それから、撮影が、書いてないかな。撮影がね、ヤン・デボンなんですよね、ヤン・デボンさん。ヤン・デボンさんというとですね、キアヌ・リーブス、サンドラ・ブロック、共演のあれですよ、スピードですね。はい。のあの監督さんが撮影されてるということですね。で、これ裏面ということなんですけど、こんな感じ。で、これが、北の劇場、三番街シネマ、南海劇場ということでね、今はもう亡くなったり、名前が変わったりしてる映画ばかりですけども、はい。関西のですね、館名ですね。で、このチラシがね、89年ともなればですね、もう随分、言えば現代なんですけど、驚くほどストーリーをがっつり書いてるチラシで、ちょっと見てみますけど、私はまだ見てないんだという方はですね、ちょっとここでおやめいただいた方がいいかもしれませんね。はい。そうですね、ずーっと行きまして、はい。新スターのブルース・ウィルスのダイハードに乾杯と書いてますね。つまりランボー3、それからレッドブルー、ダーティーハリー5、がですね、負けちゃってるって。それぐらい人気だった。現在も超ロングランの大ヒットになっている。ダイハード絶対にくたばらないやつといった意味で流行語になった。どんな映画なのか。どこまでどうしましょうかね。まあ設定、ここぐらいにしときましょうか。12月24日、中部標準時、午後3時49分、ニューヨークに単身赴任の刑事、ジョン・マクレーン。で、ジョン・マクレーンは、クリスマスの休暇を妻子と共に過ごすため、ロサンゼルスにやってくる。彼の妻、ホリーは、海外進出目覚ましい日本の商社、中富、株式会社で女性重役に抜擢されているやり手。結婚と仕事を両立させることの難しさに悩み、夫婦関係は危機に直面している。ですね。そして、
太平洋標準時午後5時10分、ジョンはコンピューターで完全に管理された現代ハイテク技術の粋を集めた34階の高層ビルにある中富社に妻を訪ねていた。その日はクリスマスイブで中富の社員30人が30階で最高業績の祝賀を兼ねたパーティーを開いていたが、他に受付と守衛以外は誰もいなかった。標準時午後8時19分、中富ビルに1台の大型車に乗った13人のテロリストがビルに侵入し、受付と守衛を射殺し、29階まで完全封鎖、すべての電話回線を切断、社員を人質にし、悪どい商法の日本人に制裁を加えると、リーダーのハンスは6億ドルの債権を要求してくるということなんですね。さあどうなるかということなんですが、そこはちょっと今、やめておきましょう、その先はね。はい。でまあそのハンスグループたちと戦うことになるわけですけども、まあざーっといろいろここにストーリーがもうほぼほぼ書いてるんですけども、最後の最後、ほぼほぼ最後に書いてるんでちょっとやめておきますね。でこうしましょうか。こと日本人にとっては海外進出盛んな日本企業が乗っ取られるという生々しい現実感あふれる話で、起業家商社マンたちの間でも騒然たる反響を呼んでいる。89年88年というともうバブル絶頂の頃ですよね。弾ける直前というのはそうなんですけども、日本が海外進出をしているもう真っ只中というところでも、ある意味こう社会問題とも合わせつつというところがあったかもしれませんね。ブルース・ウィルスは早くも500万ドルの出演料を受け取る異例のスピード出世で人気爆発、次期アカデミー賞の呼び声が高いということですね。結局賞はどういうものを取られたんでしょうね。この頃の作品で好きなのはスリーリバーズとか好きでしたけどね。はい。面白かったですね。ラストボーイスカウトとかね。はい。で、あとは、まあ、この拳銃のことの、そうですね、銃火器もかなり様々出てきましたね。で、あと音楽がね、良くて、毎回、毎回でいいのかな。1作目、2作目は間違いないんですけど、3作目だと思うんですけど、フランク・シナトラの歌がね、いつもかかるんですよね。それがまたいいんですけどね。はい。まあ、ぜひね、この作品、まあ、見ていただきたいなと思うとこと、で、この後、その、全5作というふうに持ちましたけども、どれが面白かったかって聞かれると、やっぱり、映画のその、完成度という意味では、1作目が一番じゃないかなと思いますね。で、なぜかというと、その、ポイントは、ここだけだっていうところですね。この空間だけっていう、どこか外に出て行ってということをしないので、空間的なこの閉鎖的な、度合いが高いので、そこに自分も一緒にいるようなこう緊迫感、臨場感っていうのを味わえる点というところでは、やはりこれが一番かなと。そうすると結果的にこのジョン・マクレーンの精神的な面にもこう自分も乗っかるような感じがあるんですね。それ以降の作品はね、やっぱどんどんこう外に出ていくので、どうしてもこう、なんかこう、オープンというかね、気持ちが、どこかゆとりがあるような感じがあるんですよね。外だから、みたいなね。で、続編もそれぞれ良さはあるんですよ。ダイハード3も面白いし、いいんですけどね。ぜひ、サントラもね、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなって思いますね。いい曲が多いです。はい。というわけで、本日はダイハード1作目のご紹介でした。ぜひよろしければご覧になってください。まだ見てないという方ね、ぜひご覧になってください。はい。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。はい、検索でマクガイバーの小部屋としていただきましたら、過去動画再生リスト等残っております。よろしければそちらもご覧になってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。